セーブポイントのところの地下も気になるんですけどね。うわ、開こうか。なんだこれは。わあ、ちょっと後回し。あれ、出れない。何これ、あら、パラを入手しました。なんだこれは。随分古いカメラだな。何か意味があるはず。謎解き、まさかのここへ来て。シャッターを切る、ピントを合わせる。普通すぎるけどいいのかな。何も起きない。起きてほしい。起きた。針は動いてるのに、振り子は止まっている。え？でどうすん？何？こんなこと誰が思いつくんだ。なんだ。ファイル。切断遺体を発見。この事件覚えてるぞ。まだ未解決のはずだ。おい、それはセバスチャンがサボったからじゃないのか。リリーだ。野郎、俺をからかってやがる。後ろから音がするぞ。うわぁ、うわ、斧持ってない。うわぁ、電気消したい。消そうか。顔と違う。当然だ。僕の作品なのだから。観光材に満たされた死の刹那。琥珀に包まれた昆虫のように美しい。うわー、いたよ。くそ、からかいやがって。セバスチャンを怒らせるとどうなるのかな。なんだ。はあ、釘いっぱいある。またか。やつは何をしようとしているんだ。刑事なら推理してみせろよ。しようかな。え、おっと、終点っぽい。あれ、これさっきのネックレスとバラと。
もこんにちは、キリンです。はい、混ざろうか自分も。全部同じ絵ですね。絵じゃなくて写真か。あ、これ顔が、アイテムいっぱいあるけど、これボスなんじゃないの？アイテムありすぎでしょ。広いし。これが例の装置か。この広さ絶対ボス。だってこんな弾あるはずない。こんなに弾があるはずないからね。ボスじゃないとしたら。これ調べたら始まるやつでしょ、絶対。承認が必要です。承認済みの端末を接続してください。端末？この通信機のことだな。再起動を開始します。ずっと僕を探していたね。来てあげたよ。でも目的は僕じゃない。そう、あの少女だ。傷つくな。仕方ないか。彼女を求めてるのは君だけじゃない。何としても手に入れようとする人がいる。想像をはるかに超える報酬を用意してね。君にはそんな話だな。恐怖を君から感じる。美しい。だが未完成だ。僕はステファノ。君は僕の作品だ。美しきオブスキュラを紹介しよう。再起動を開始します。冗談だ。再起動完了まで94。うわ、装置の起動を阻んでいるのか。マジかよ。これどこ行った？足音聞こえるか。いける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 。よし、これでいい。起動するまでおとなしくしてろ。80秒。カメラを終わらないといけないのか。また止まるんじゃない。70秒。
60秒。たま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 くれ。たまない。50秒。うわ、落ちちゃった。40秒。あ。何をすればいいんだ。奴がリリーをここに置いていくわけがない。どこに連れて行った。キッドに報告だな。クソ、外なら受信できるかもしれない。え、あいつ汁くれないの。そうでしょ、せっかく倒して汁なし。愚民政策。リリーを実験道具扱いしやがって、とんでもない連中だ。挙句尻拭いのために俺を送り込むとは、胸クソ悪い冗談だよ。まったく、お怒りですよ。当然だけど。構造的異常。誰が？キリンの頭ですか？キリンの頭が構造的異常。